アーティストが行方不明。おかしくなったかもしれないやつ。いない。ないんだけど話。まあ、ほぼほぼ失踪したのは間違いなかろうな。おい。そっちでも流れてきたんだ。
ああ、助かるわ、それは。残り最後。おっと、平和す夫妻じゃない。ソフィアさんか。ヤッホー、どうした？これ、疑いのあるやつ全員消えたってことになるね。サニータ。そうだね。置き手紙も特になし。やばいなこれ。まさか全員行方不明になってるなんて。嫌な予感的中だな。自発的に消えちまったのか、それとも拉致されちまったのか。現時点では情報が少なすぎて、どちらの可能性も考えられますね。失踪した4人については氷山の一角かもしれない。クロスベル市全体ではかなりの人数が失踪している可能性が高そうだな。そうだね、車の数が減ってる気がするって言ってた人もいたんだよ。一体どれだけの人たちが消えてしまったのか。どうするロイド、一人一人を探すってのはさすがに難しそうだぜ。人で足りない、マジで。ああ、こちらの手が圧倒的に不足している。こうなると上からの圧力で一家が動けないのが痛いな。でしたら二課のドノバン警部に相談してみてはどうでしょう。以前手伝った貸しもありますし。いや難しいと思う。ダドリー捜査官がわざわざ支援課を頼ってきている以上、ニカにも圧力がかかっているはずだ。まあそういうことだね。なるほど、確かに。となると広域防犯課も状況は同じでしょうね。警官隊のマンパワーが使えればすごく助かるのだけど。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。おい新米ども、まさか何かしでかしたんじゃないだろうな。ダドリー？え？もしかしてその声はダドリー捜査官ですか？電話かけてくるなり何言ってんの？もしかしても何もない。お前たちルバーチに何かちょっかいをかけなかったか？いえ別に。現在は薬物捜査の方に専念していますから。あ、何かあったんですか？あったも何も、連中の事務所が。何でもない。何もしてないなら構わん。お前さ、珍しく焦ってんだから。ダドリー捜査官から何かあったの？いや、なんだそりゃ。露骨に怪しいですね。ね、もう来てくださいって言ってるようなもんや。ルバーチェ商会で何かあったんでしょうか？可能性は高そうだな。行くか。これ行ってみるしかねえんじゃねえのか。そうね、抗争には関わるなって釘は刺されているけど、失踪者にマフィアが絡んでいるなら大義名分は立つのではないかと。なあ、ルバーチェ商会に急ごう。
見張りが一人もいないわ。ああ、昨日見た時は普段より多かったくらいだが、しかし争ったような形跡はねえな。ああ、もしかしてヘイユへの報復があったのかと思ったけど。これももしかしてだけど、そういうことだよね。ディオ、どうしたの？静かすぎます。建物の中から人の気配が感じられないくらいに。やばいぞこれ。正確には一人中にいるようですが、それ以外は全然感じられないというか、うん、おいおい、どうなってやがるんだ。中にいる一人というのは、そうだね、ダドリーさんの可能性が高いな。よし、念のため中を確かめてみるか。いやー、11時。一体どうなっている、ルバーチェネ。何をしようとしてるんだ。お前たち。やっぱり中にいたのはダドリーさんでしたか。おいおい、一体どうなってんだよ。首を突っ込むなと言ったばかりだ。いや、あれ呼んだようなもんでしょ。来いって言ってるようなもんよ。お前たちは薬物捜査の方に専念していれば。お言葉ですが、そんなことを言ってる場合でしょうか。やっぱり中に誰もいないみたいですね。冷静さ欠いてんな。いつの間に、いつの間につうか珍しく。先ほどから大声で呼んでいるが、誰一人として出てくる気配がない。かといって争った形跡があるわけでもない。一体どうなっているかこちらが聞きたいくらいだ。確か一家はルバーチェの動向を監視していたはずですよね。ねえ、マフィアたちがいつ消えたのか把握できていないんですか。昨晩警察本部に犯行予告が届けられた。はあ、クロスベル空港に爆発を仕掛けるという予告だ。爆発物？そんなことが。急遽一家の人間が集められ、空港での警戒に当たることとなった。上からの指示でルバーチを監視していた人員をそちらに回すと。もう呆れて物も言えん。それで監視が引き上げた後に消えちまったってわけか。怪しいですね。その爆発物の予告はどこまで本当なんでしょうか。ガセだね、完全に。さてこの状況だと上の連中も一体何を考えている。どこまで警察の誇りを踏みにじるつもりだ。心中察するぜ、ダドリー。ダドリー捜査官かわいさすぎるわ。いずれにしてもこのままでは何が起きているのか把握することすら困難です。あ、おい、ここは建物内部を一通り調べてみませんか。マジか、いいの？おい、令状なしだけど。警察とルバーチの微妙な関係はもちろん自分も分かっています。捜査令状がない状態で矢探ししたね。どんな反撃材料を相手に与えるか。そういうことだよね。そのリスクも承知しています。ロイド、まあだったらなぜそんな無謀なことを言い出す。そんなこと言ってらんないからだよ。それどころではない状況になっている可能性が高いからです。昨日から今朝にかけて明らかになったことをお伝えします。青い錠剤が6年前に壊滅した狂気の球団が作り出した薬物である可能性が出てきたこと、そして薬を使用していた人間たちが一斉に姿を消したことを説明した。これだよ。信じられん。その教団の話は聞いたことがあるが、てっきり壊滅したものかと。いや、しかしことは人命に関わる話です。もしかしたら失踪者たちの情報がここに残されているかもしれません。ダドリーさんが納得できないのならせめて俺たちの、いや俺の独断専行をこのまま見逃してくれませんか。おいおい、自分一人で責任をかぶろうとしてんじゃねえよ。当然私たちも付き合うわ。
支援課が取り潰されたとしても見過ごせる状況じゃないもの。ええ、一蓮托生です。なんというみんななんという血は争えないものだ。その強引さ、奴にそっくりじゃないか。ね違法捜査による証拠物件は法的な証拠能力を認められない。うん、知ってる。連中がどんな証拠を残していても見て見ぬふりをする必要があるぞ。うん、知ってる。それは構いません。今必要なのはこのクロスベル市において何が起こりつつあるのか、それを見極めることですからね。やばそうだもん、思ったよりやばそうだもん。あのマフィア取り締まんのかなってさ、最初このゲームやった時思ったんだけど、全然違ったね。それ以上にやべえことになってたね。一丁前の口を聞くだがそれが分かっているならとやかく言うつもりはない。せいぜい足手まといにならないようついてくるがいい。おっとね、その見逃してくれるだけでは。この状況、お前たちのようなひよっこどもに任せきりにできるとでも思うか。今からお前たちには私の指揮下に入ってもらう。すべての責任は私が持つ。反論は許さん。ダドリーさん、かっけえ。やるな、ほんと素直じゃないっつうか。ねえ、やはり照れ隠しの意思ではないか。二人ともいじりすぎだって。うるさい。まずは建物内を一通り捜索していく。異常があればすぐに報告しろ。了解。はい。マジで？え？操作できんの？操作できる。これは。ちょ見てみたい見てみたい。はい。ジャスティス・ハンマー頂点に達した悪縁の怒りを爆発させる正義の鉄拳制裁。面白いな。あ、強い。はいはいはい、ショットガン持ってんだ。熱血、厳しくも愛を感じる、げんこつで仲間を奮い立たせる、殴られて体力回復するやつなんかいないよ。 CP はまだ100歩譲って理解してあげられるけど、体力まで。ビクトリーチャージ、鍛え上げられた肉体による強烈な体当たり、やば。ジャッジバレ、え？マグナム弾で、100% で戦闘不能、強っ。はいはい、もうめちゃくちゃ強い。入れときたいな、これ。ランディの代わりに入れとくか。OK。さあ、行くぞ。ああ、操れる操れる。